3月下旬までは赤っぽかった千葉山地も、3月の末から気温が上がってきたら急に緑っぽくなってきましたね。露天路地上のバナナが巻き葉を伸ばしてくる頃はいろいろな花が咲き始めますが、ジャーマンアイリッシュの花が増えてくると巻き葉を出すバナナ株が多くなってくるんですね。その土地でどういう花が咲いたり花数が増えるとバナナの巻き葉が次々出てくるのかを対比的に覚えておくと便利だと思うんですね。バナナの巻き葉がまだ出ないとじらされる感じで待っていても、毎年目にしている花が咲けばもうすぐなんだなと、ひとまず安心感を得るのじゃないかと思いますね。こちらの銀バナナの左の株、左の株の方が先に巻き葉を伸ばしてきて、こちらの東側に傾いている方はなかなか巻き葉を出してこなかったんですが、まあ脚立を持ってきて竹上部をカットするというようなことはしないでじーっと待ってたんですね。そしたらやっと巻き葉が上がってきて、少しですが下の方に緑色の部分が見えてきていますよね。一株ごとに自分の都合があるはずですから、基本的にはバナナの都合に合わせて栽培者は見守るだけの方がいいということだと私は思っています。よく巻き葉が出る先端のところがですね、閉じるような形になって、そこの部分が硬くなっていて出にくいんだろうなと判断してカットする人たちがいると思うんですね。もちろんその方がいい場合もありますが、バナナはそういう状況になっても神経からの、地中の神経、芋からのエネルギー上昇が活発になると、そういう閉じ気味の家系の中心を突破して巻き葉を出してくるものなんですね。ですから結果的には家系をカットしなくとも、待っていれば大体は出てくるんですよ。こちらのタイベジタブルともう一歩のタイベジタブルも、向こうのだいぶ早めに巻き葉を出してきたタイベジタブルバナナ苗に比べると巻き葉の出来が遅いんですよね。一本一本の生育、成長再開準備が違っているだけですから、まあ、私の場合には
ただ待っている態度を自するようにしています。例えば最初に話した千間山中、こちらにもありますが、気温の上昇とともにですね、赤から、このような赤から薄緑に変化してきますよね。それも待っていればいいこととして、早く緑になれと人間の方が言ってもしょうがないことですから、栽培者に大切な要件の一つは植物の成長変化を待つということではないかと思うんですね。これはブラジリアン、そちらは合掌バナナですが、花茎をカットした後は、一度カットした後はもうそのままにしておいて、あとは成長再開するのを待つという苗ももちろんあります。九州の方のプランティン、角形料理バナナ、これは宮崎県の一木由来、これは熊本県由来、そちらは宮崎県由来の、宮崎県の他の地域由来のものですね。四国のじい屋さんからバナナ苗交換で送ってもらった、3年前ですかね、に送ってもらった、芋と家計だけの苗だったんですが、秋にそのまま穴を掘ってズボンと植えたんですね。そのムービーをアップロードしたと、あとじいやさんが、ありゃそのまま植えちゃって大丈夫かなって心配してくれたみたいですが、何、芋と家計がちょっとあればですね、穴掘って植えればバナナなんていうのは根も出すし葉っぱも出しますから大丈夫ですよ。芋というのはですね、根と葉っぱを出すわけですから、バナナの苗の芋ですね。ですから根が出てないものでも、それから花茎がほとんどなかったり、もちろん葉っぱがなくてもですね、芋を地中に埋め込んでおけば、根を出して葉っぱを出すものもあれば、根を出さずに世代交代の水芽を作るものもあるんですよ。今ちょっとお見せしますがね、撮影して、そこに地中の水芽が地上小株になりつつあるものが出てきていますね。これはドワーフナムワなんですが、なんとこれはですね、こんな風に私が
芋を半分にカットして、そして土に埋めておいたんですね。根もちょっと出かかっていますが、この花茎の部分はまあ死んでいますよね。それで芋の養分がまだありましたから、冬の間ですね、地中では土の中でこの芋はですね、自分自身を成長させることはできないできましたが、自分の子供をちゃんと作って、このようにこれからそこそこの子株となるべきものをちゃんと世代交代苗として成長させてきているわけです。この子株の根と思われるものがこれで、これが地中の用水分を吸い上げて、そうしてこの葉っぱをもっと大きくしていって、あとお日様を受けて光合成したり、雨が降って雨がこの葉っぱに当たればですね、光合成で葉っぱの上で生成された分などが溶解カルシウムとして土に落っこちて、それをまたこれらの根が吸って芋にエネルギーを多少蓄積して、それがまたこの地上子株を成長させる、そういうからくりになっていますから、例えばこの神経の成長点がダメになっていても、芋に養分がある限り、こういう世代交代苗としての子供をちゃんと作る能力はあるんですよ。最初は根なんかなくても、この死にゆく運命にあったかもしれない芋の残りの養分、余剰の養分を利用して子供を作れるということなんですね。一旦子供、まあ水芽、地中の水芽、地中で水芽ができれば、そこから芽が出て葉っぱが出るということなんです。ですから一番大事なのは根とか葉っぱじゃないんですよ。芋の養分なんですよ。ですから子株を掘ったり子株を分けたりするときには、その芋に養分がきちんと保存されているかどうかを見る目があればいいんですがね、まあそれは初歩者の方たちには難しいだろうと思いますね。まああれこれ失敗してでもいいですから、芋を掘り上げる機会があったらですね、芋を二つ切り四つ切りにして、まあポットでいいですから、ポットに土を入れて植えてみてどうなるかを観察してみたりするとよろしいですよ。本にどういうことが書いてあるかと言ったって、そんな詳しいことを書いてある本はほとんどありませんので、自分で実験して栽培実験して観察すればいいんですね。これは後でちゃんと梅戻しますけどもね、根が一本もついてなくても土に植えておくと
根を出して葉っぱも出して成長する苗もあります。根がないから成長しないとは言えないんですよ。まあ植え方にもよるとは思いますけどもね。それからまあ私が花場所をあげた方、この近辺に住んでいる方ですが、がまあ小株掘りとかよくわからない、もちろんバナナ栽培したことない人ですから、バナナ苗を切り分けようと思って作業している間に根がついてない状態で一本切り分けてしまったんですって。それで水の入った桶かなんかにそれをつけておいたら根が出てきたって喜んでましたね。根が出てきたならそれ土の中に植えた方がいいよって言って植えたら大きくなったそうです。ですから根があるかないかというよりですね、芋の養分がこれを見ると死んでるようにしか見えませんでしょ。でも内部にはですね、養分がまだ保存されているわけです。その芋の養分が根を出し葉を出し一人前の苗を生み出してくれるということなんです。ですから資源となるエネルギーがどこにあるのか、バナナ苗の場合には神経ですね、それをきちんと理解しておかないといけません。何の場合でも、まあ例えば会社の建物を見て立派だなと言っても、その会社がそういうことをできた資本を持っているのは誰か誰々かというふうな考察と同じでしてね、資源は一体どこにあるのかという問題点を見る目を養って、それをバナナでも見ていけば神経といわれる芋の中にあるのである。成長点がダメになっても養分は新たな成長点の基盤に母体になる水芽を作る力を持っているということなんですね。